今日の最高気温が 30.2 度となり、今年初の真夏日となった名古屋で、タイのグルメなどが満喫できるイベントが開かれ、大勢の人でにぎわいました。中でも三重県桑名市の食品メーカー山森のブースでは、タイの指定農場で栽培したハーブや野菜を使ったタイカレーとガパオライスの試食を行い、訪れた人たちはタイの本格的な味わいを楽しんでいました。このイベントは明日も開かれます。